都市計画道路山和中央道は、奈良県奈良市吉熊町を通り同市宝来町までと、山和氷山市場町から同市ぬかたぶ南町へ、至る都市計画道路である。奈良市中山町で撮影山和氷山市場町で、撮影本道路は、北部を都市計画道路西下平城線、南部を都市計画道路山和氷山川西三宅線と、接続しており、 これらの路線と一体的に利用されている。また、奈良盆地を南北に貫く道路として、交通量も多い。当初、1964年に、山和郡山市域が2.12門戸山番道線、として、1966年に奈良市域が1.37郡山押宿間線として、それぞれ都市計画決定された。その後、 1973年に門戸山、モンド山坂道線と郡山、氷山押熊線が統合され、3.34山と、中央道として、都市計画変更され、2003年に、車線明記、2012年に計画区間の一部廃止が、行われた。旧都市計画法に基づいて、1964年に大和、郡山と氷山市域が門戸、2.12モンド山坂道線、として、 1966年に、奈良市域が1.37郡山を宿間線として、それぞれ都市計画決定された。現行の都市計画法が施行された後となる1973年に、門戸山坂道線と郡山を宿間線が統合され、3.34山と中央道として、都市計画変更された。2003年に4車線の道路として、車線が明記された。 2012年、奈良県は、奈良市蓬来四丁目のハンナ、宝来交差点以南から、大和郡山市場町の白大京都を交差点までの、約 3.7km について、都市計画決定を廃止する、見直し案を公表。その後、同年12月28日に廃止する旨を告示した。これにより、同区間の計画は廃止となった。また、 奈良市吉熊町から宝来四丁目の奈良市区間に関しては奈良市は引き続き整備する姿勢を示しており、秋篠町から近鉄奈良線勝負池第2号、踏切までの敷島航区については2022年3月までの完成を目指すとしている。交差する場所の格好書きは地名、それ以外は交差点名で表示。ありがとうございます。